古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。皆さんこんにちは、ナビゲーターの北村です。本日も古川さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お悩み相談コーナー、今日も行きたいと思います。匿名希望さんからいただいてます。 SNS への投稿や発信についてということでご相談です。いつもお世話になっております。アウトプットのスキルを磨きたい、わかりやすい文章や発言ができるようになりたいと思い、 SNS の投稿等をするのですが、後から自分の投稿を読み返して他人からすると読みにくい文章だったかもしれない、すごく思われてるかもしれない、自分の投稿で不快に感じたりする人がいるかもしれないなど、勝手にネガティブに自分を意識するようになり、苦手だからとスタートしたので初めての苦痛は当たり前なのですが、何をしているのかわからなくなることがあります。自分の行動を自分で批判して無意味化する習慣をやめて、謙虚かつ心から自分の成長を楽しみながらアウトプット磨きを続けたいのですが、そのための秘訣はありますでしょうか。アドバイスいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。アウトプットスキルを身につけたいという、テーマでやっていて、はい、でただその SNS で投稿するけれども、うん、他人の目がきっと気になるということで、多分こう最初のアウトプットっていう目的から、うん、他人からどう思われたかとか、うん、とか多分その、ここで言うところのネガティブなトークみたいなのが始まって、うん、多分楽しめないみたいなことになってるっていう構造ということですよね。だからスキルを身につけたいっていうふうに最初書かれてますけども、うんうん、スキルというよりは多分楽しくいかにこうアウトプットしていけるかっていうことなのかなと、ね、思いましたけども、うんうん、北村さんどうですか、この SNS への投稿とかって、うんうんうん、ね、この匿名希望さんからいただいて同じように思うか何かありますか。そうだな私あんまりしつこく思われているかもしれないとか、はい、不快に感じたりする人がいるかもしれないっていうのを感じる間もなくポンってあげちゃう、はい、割とタイプなので、だからあんまり深く考えてないんでしょうね、そこまでね、うんうんうん、うん、なのでそういうのはないんですけど、うん、ただそうだな、逆に、はい、こう思われたいからこう書いた方がいいかなみたいなのは、うん、先行しちゃうときはありますよね。なるほど、なるほど、うんうん。ちなみにこれ LINE のやり取りだとか、はい、そういう風になってもあんまりそんな言うほど反応気にしないっていう、言うほどそのチャットとか LINE とかで、まあ、投稿したことがどう取られてるかみたいなのはそんな言うほどあんま考えない。そんなにそうですね、うん、うん。うんうんうん。そうなんですよ。すみません。いやいや、いいんですよ。でね、一緒にこう、なんか皆さんと味わいながら考えてみたらいいなと思うんですけど、うん、はい、僕はね、なんかこう、わかるなって。わかります？まあ、僕は結構、僕も気にしますね。うん、だから SNS で Facebook で自分で投稿したりとか、でも、うん、やっぱそのリアクションどう返ってくるかとか、うんうんうん、特にリアクションがあるやつですよね。こうブログだと比較的みんなそんな投稿って相当見た上で投稿してくるし、あ、そうですね、うん、まあ、そもそも投稿オフにしてるので、うん、反応返ってこないから、うんうん、まあ、ある意味では僕は結構気にしいなので、うん、なんか気にしいな部分はあるので、逆に言うと、Facebook ではそんな投稿しないし、あまりその即時のレスとかリアクションがあるメディアでは、あんま投稿しないんで、ね、なので、まあ、アウトプットをしたいのであれば、なんですけど、そのリアクションとかが比較的見えにくいものが、真面目に見るやつ、その SNS、Facebook だったらさらっと見るのかもしれないけど、学び系で見る
時に吸い切れて、よっぽどブログとか見るときってね、さらっと見たっていう、Facebook だったら目に飛び込んできちゃったっていう感じで不快に思うとかあるかもしれないけど、ブログとかだったらタイトル見てよっぽど読みにかからないといけないわけですから、それでも不快に思ったんだったら読むなよっていうのが、うん、いや、そういう場合もあるけど、いいって思ってくれる人もいるかもしれないっていうことなんで、やっぱ、気持ちは、まずスタートラインは分かるなって思ってます、だから、僕も結構気にするタイプなので、逆に言うと、それがすごいストレスになるようなメディアでは、あまり発信しないっていうのを、工夫しているっていうのはあります。多分、しんどいのは、自分が発信しようと思った時に、言っても多分、このことだけじゃなくて、多分、他人が不快に思ってるんじゃないか、この人悪く思われてるんじゃないか、しつこいと思われてるんじゃないかっていうふうに推察していく癖みたいなところですね。だから多分、行動を止めたりとか、本来やりたいみたいなことを自分で無意識化して批判してやめてしまうっていう、ストーリーをやめたいってことだと思うんですよね、きっと。はいはい。じゃあどうすればいいのかっていうことですよね。はい。ちょっと、だらだらと会話しながら、はい、思っていけばと思うんですけど。もちろん大丈夫です。はい、しでね、まず一個は、はい、心の癖って、心理学の中にも、いくつかあって、健全ではないというか、ネガティブ思考の癖っていうのは9つぐらい定義されてるんですね。でその中の1個に、はい、ネガティブな読心術っていうのがあって、読心っていうのは心を読む。で、自分がやったことに対してリアクションが、そのネガティブな方向に取る。例えば、そうだな、LINE でこんな風に返ってきたと。わかりましたって一言が返ってきたときに、怒ってんのかなと、思うと。いう反応が返ってくると。はい、で、一言しか返ってこないってことは、必ず悪く思ってるかもしれない。悪く思ってるのは、もしかしたら、昨日私がこんなこと言ったことに対して、こんな風に思ってるかもしれない。だって、でもさ、自分の中で勝手に怒りを膨らませたりとか、自分で事故になってるっていうケースになるんですね。この、ネガティブな独身っていうのは、その癖を持ってる人は、例えば、じゃあ朝からおはようございますって言って、おはようございますって言ってくれたらいいんですけど、おはようございますって言わなかったら、なんだ、挨拶をしたのに挨拶返ってこないってことは、あいつはなんかもしかしたら俺のことを根に持ってるのかもしれないみたいな考え方をする癖っていうことなんです。だから、ネガティブトークの中にも、みんな癖があって、それネガティブトークするんですね。で、その時に、どういう癖をするのかっていうことの一つとして、これがあって、で、僕もこれあるんですね。だから、あります。だから多分症状としては、すごいよく似ているというところからスタートします、はい。で、その癖があって、OK という、それはね、簡単になくならないんですよ。やっぱりなくならないというか、自分でうまく付き合うしかないんですよね。だから、肩こりとか腰の痛みだとか、なんかそういうね、持病というか持ってる人いると思うんですけど、はい、それと同じようにうまく付き合っていくという発想にしたらまず楽になるんじゃないかなっていうか、そこからスタートラインを持つっていうふうにできたらいいんじゃないかなって思いますね。で、それでなんですけど、はい、その上で、僕はじゃあどうしてるかっていうことでいくと、聞きたいですね。はい、一回そのトークが出てくるのはもうしょうがないんですね。だからやっぱしつこく思われるかもしれない。不快に思われてるかもしれない。で、そのトークを一回した上でなんですけど、もう一回その自分の中でセルフトークを重ねていくっていうことなんですね。だから自分の中で、苦痛のトークを受け止めて、行動していけるトークの方に、持っていく、セルフトーク上手になるっていうことが、すごく重要で、例えばさっきのネガティブな独身術っていう癖がまた発動してるのかもしれないと。何も言ってないじゃない、全然ネガティブなこと相手も怒ってるとかないのに、もしかしたら勝手に思ってるだけかもしれない。蓋開けたら全然怒ってないとかって結構あるよね。じゃあ電話してみようとか、そんな風に言ってると、全然電話でケロッとしてるみたいなことよくあるパターンで、だとしたら、あ、またネガティブな独身術が上がってたっていうセルフトークになる。まあ、ということとか、
何を言われることを一番怖がってるのかっていうことを特定するっていうのも僕は結構やりますかね。ちょっと感覚的にわからないんですけど、例えばその本を出しますと、で、はい、この本が本当に受け入れられるだろうかっていうことを、例えばじゃあ不安、なんとなくこう出版前って必ずそういう気持ちってゼロじゃなくて、はい、出した後とかっていうのは僕は思うわけですね。でそうした時になんですけど、自分が薄々恐れてることって薄々だから比較できてなくて、なんかこの矢がこんな風に刺さるのが怖いとか、そういうようなことって特定できてないからぼんやりしてるから怖いんだって、明確にこう言われることが怖い。例えばすごい精神的なことで抽象的だったから分かりにくかったですってもし書かれたとするならば、それ怖いんだなって思ったとしますよね。はい。うん。だけど、その本って何でもかんでも書けないので、何を伝えるかっていうポリシーとか、自分の中のこう、この本はこの悩みの人たちがこうなればいいっていう設定があるんだって、読者ターゲットと違う人たちが読んだ時の批判をあまりにも気にしすぎると本って書けなくなっちゃうんですよね。まあ、そうなんでしょうけど。なので、それは起きても仕方ないなって思えて割り切れると、なんか楽になるんですよ。だから100点満点みんなから批判されない本ってなると、全部丸くしなきゃいけなくなっちゃうから、それは現実的にはありえないというか、発信としてもありえないんですよ。だから逆に言うとなんですけど、どういうふうなことを言われることは覚悟するのかっていうことを決めることが、どちらかというと発信するときの勇気になるんですよね。だから、その、どういうことを言われても大丈夫だっていうふうに覚悟するのかっていうふうに覚悟すると、踏み切れるっていうか、ある意味では批判があっても、これは刺さる人に刺さるように書いてるっていう、いうふうに覚悟できるんですけど、その覚悟がなく、なんとなく怖い感覚を守るように書くと、全部ね、その丸くしていかないといけなくなる。何々と言うことも言えると思うし、こういうことも言うと言ってみたいな、誰にとってもそのなんか薬にも毒にもならないっていうふうになっちゃう。ちょっと八方美人的なね。そう。で、そういうふうにすればするほどなんですけど、まあ本来のその読者から離れちゃう可能性があるんだから、で、その時に、まあ言っても、なんかやっぱりネガティブな声の方が聞こえてきて、ポジティブなことを100言われてもネガティブなやつを5発ぐらい食らったらヘロヘロになるっていう。そうなんですね。まあ、そうだと思うんです。だから、でもそのことは発信する側の立場になった時に、だんだんこう折り合いをつけていくっていうか、精神的なスキルとして、こう織り込み済みにするっていうことがすごく重要なトークなんですけど、まあ、少なくとも僕が本を発信してたけどそうですね。はい、そのことを、の時には何を言われることが究極怖いのかっていうことを書いたりとか、向き合っていく。で、そして本来伝えたい人たちがどんな風に言ってくれることを目的にしてるのかっていうことを同時にやる。だからこの批判が来ると怖いっていうことを明確にした上で、この人たちがこう言うっていうことをすごく目的にした本ならばなんですけど、超喜ぶ人が100人のうち20人いて、で、だとすると、批判する人たちが、ね、20いたとしても、同じだと、つまり、反応としてね。でもね、そう思えないはずなんですよね。こう20批判された方が喜んでくれた20より、絶対意識としてすごく上ってくるはずなんで、そこはやっぱり、ただ発信する側の立場の時には、それを確保していくっていうか、まあ、織り込み済みにするっていうことは、一つトークとしてはやってるんです。何でしょうかね、そのネガティブなコメントにどうしてもこう、目が行ってしまって苦しんで、数は少ないはずなんですよね、絶対的に。はい、でもついついやっぱそっちにこう頭が行ってしまうっていうのは、はい、多分自然なことなんでしょうけど、なんでなんでしょうね、あれね。やっぱ、ね、人は、その、人から嫌われたくないとか拒絶されたくないっていうことは、みんな本能としてあると思うんですよ。やっぱ人と繋がっていないといけないとか、社会の中であるっていう時に。人から拒絶されてはいけないとか、批判されてはいけないとか、愛されないとか、否定されるっていうことも、
もすごく怖いと思うんですよね、うんうん、ただその言葉が受け止められるようになればなるほどなんですけど、うんうんうん、愛されてないわけじゃないとか、うんうんうん、全面否定されたわけじゃないっていうふうに捉えられるといいんですね、うんうん、この本のこの意見に対してこの人はこんな反応していくっていうふうに捉えられたらいいんですけど、うんうん、私に対して全てに対して否定してきたと思うときは絶対イラッとするし、うんうん、きついですよね。思うはずなんです。だから仕事のことで、例えば、これね、もうね、誤字脱字が多かったですけど、今度から気をつけてくださいね、例えば言われたとするじゃないですか。はいはい、超自分の根本を批判されたと思ったらきついですよね。きついです、きついです。言ってることは、いや、誤字脱字を修正して、はい、気にして出してくださいって言われただけの話で、別に他のこと、はい、いろんなことを認めている文脈の中でそのことを指摘しただけ、はい、なのかもしれないですね。だけど、認める方は、完全自己否定とか、自分が批判された、あ、自分が受け入れられなかったっていうふうに思うのが、精神的なダメージがでかいっていう。そうですね。だから、その自分の受け止め方次第ということになるわけですけどね。うん。これも少しずつ、少しずつですかね。瞬間として。そうですね。で、まあ、ただこれをちょっと見てて思ったのは、うん、自分が自分、他人からどう返ってくるかっていうこと、うん、そのものって、やっぱ批判されるのが怖いっていうことはみんなありますよね。で、はい、あるから誰からどう思われるかっていうのはあるんですけど、うんうん、なんだかんだ言ってやっぱ自分が自分に対してトークしてることとかストーリーにすり替わってって、うんうん、移行していくので、うんうん、まあ、その自分の中の自分に対するトークを健全にしていくっていうか、うんうん、良くしていく、まあ、自分でその自分の行動とか、全てに対してこう、まあ、まさに自分の行動を自分に活かする習慣があるときに、うんうん、他人にすり替わって、うんうん、やめたりとかするっていうことなんですけど、その自分の中のトークというか。うん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 、私、はい、人の前で話をする機会があったときに、はいはい、どうしたら、こう、うまくいきますかねみたいな質問をある方にしたことがあるんですよ。はい、その方が、うん、うまくやろうって自分にアンテナが向いてるよねって。うんそうじゃなくって、前にいる人が、ちゃんと理解できるかなとか、うん、分かってくださってるかな、そのためには、どうしたらいいかなっていうことに視点を向けなさいっていうことを言われたことがあるんですよ。うん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 、それが結構腹落ちして、うん、それ以降は、緊張も少ししなくなったんですよね、人の前で話すときに、うんうんうん。それと今聞いてて似てるのかなと思って。確かに。うん。それは、一つだと思うんですよね。なんか、ベクトルがその自分の中に向いて、うんうん、で、自分の中の、こう、セルフトークということで、うんうん、ネガティブスパイラルに入っていくと、うん、まあ、何が導火線であったとしても、そのトークが苦しくなると。うんうん、で、今の北村さんの話でいくと、じゃ目の前の人、に分かりやすく伝えるってことに全力を尽くすっていうことで言えば、例えば今回のケースで言えば、投稿の目的を明確にすると。で、こんな人たちの困ってることとか、なんとなく思ってることに対して、なんか解決の文章を書くっていうふうに、例えばこんな人にこんなふうに役に立つ発信とかっていうことが、結構ぼんやりしてると、もしかしたらね、自分の中の自己否定、トークみたいな感じになるかもしれませんけど、うん、この人たちにこのことが伝わるように書けたかどうかっていう、うんうん、基準に、目を移せたらなんですけど、トークはその人たちが困ってることに対して分かりやすく発信できたのかっていうふうに考えられるから、うんうん、そのトークにならずに、少なくともアウトプットのスキルっていうことで言えば、はい、できることはあるかなと思います。はい。はい、ねえ。うん。いや、本当にこれも少しずつ習慣として、ね、いろいろこう書きながら、自分の中の問いを鍛えながらということですかね。はい、うん。そうですね、うん。うん。でもまあ、なんかゼロにすることが健全でも、うん、まあ、さっきも言ったように、その僕の中にもこういうトークってあるしとか、うん、はその自分の中のトークを
どういうふうに、ね、そうですね、オープンにしていけるようになるかっていうのは、すごい長い習慣なので、うんうん、ぜひ、やっていきましょう。うんうん、はい、そうですよね。なんか逆に相手がどう思ってるんだろうっていうことにすごく敏感でいられるってことは、相手の気持ちとかね、その状態を察するってことがすごく上手ってことでもあるかと思うので、そうですね、ぜひそう、匿名希望さんなんかはそのあたりを生かして楽しんでいただけたら嬉しいなぁなんて思いました。そうですね、うん、だから不健全になればそのことがあまりのストレスになるけども、はい、うんうん、健全になっていくと相手のこう反応に合わせて話せるようになるとか、うんうん、書けるようになるとか、いろんな長所が出てくるんで、うん、健全度の問題だろうと思いますよね。うん、だから自分の中のこの特性をね、健全な方に持っていくっていうことなのかなというふうに思います。目的設定してみたらいいんじゃないですかね。そういうことは。いいですね。そうですね。はい。はい。匿名希望さん、ぜひやってみてください。古川さん、はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。習慣化コンサルティングでは、身につけたい習慣の実践率を高めることができる習慣化オンラインサロン、習慣化の実践コーチングができるようになる HRP 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。